ただのプレゼントしまくりのお役立ち情報しか言わない人だったので、はいはい、一件も売れないとかもあったんです。次の日に66万円が決まって翌月の頭にまた66万円が2件。自己投資の重要性をしっかりと伝えるっていうのはやっぱり重要で、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、入学20日で LINE 配信テンプレートを活用し月賞198万円を達成した秘訣についてですね、一宮さんと一緒に動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前は一宮祐樹さん。現在の業種を教えていただけますでしょうか。今インスタ集客のコンサルタントをやっております。あとアカデミーとかもやらせていただいております。弊社ね、株式会社 SYK の実践 SNS 集客学科、こちらのご入学いただいたきっかけっていうのはどういったいきさつがあるんでしょうか。一番最初に SNS の勉強しようと思って、うん、本を買ったのが北野さんの本だったんですね。 SNS で人を集めるっていう本を本にさせていただいて、そこからすぐに2冊目の SNS で2年で4億稼いだ、あの儲かる会社の収穫論っていう本を見て、でその後もまたお金を稼ぐとか、電子書籍とかもほぼ見ていて、 YouTube も多分ほぼコンプリートしてるんですね。電子書籍とかに関しては特典とかもこんなに出しちゃっていいのかなっていうぐらいいただいて、もうここしかないなって。他にも自己投資とかしてきたんですけど、うまくいかないこととか売り上げ上がっても安定しなかったと。じゃあ他にコンサルとか講座を受けたけども成果がなかなか出なかったと、はい、そうですね、安定しなかったっていう感じですね。他に塾とかコンサルとか講座を受けていて、それで成果出なくて SNS に苦手意識があって、またもう一回誰かからやっぱ学ぼうと思うのってすごい勇気がいることだったと思うんですけども、そこを乗り越えてやっぱ一個飛び込めた理由というか決め手っていうのは何があったんでしょうか。これだけまあ情報をたくさん出してくれてる北野さんだからっていうのと、共同創業者っていう形でパートナーがいるんですけど、パートナーが背中を押してくれたというか、もう引けないなっていう感じですかね。もう行くぞっていうような感じで覚悟決めてやっていります。もう引くに引けないっていうところが多いこのままうじうじしてもしょうがないから、やっぱり何か新しい風を入れないといけないというか、そういうちょっと切羽詰まった状況で思い切って自己投資をされてご入学をいただいたと。動画見てくださっている皆さんも今日は最後まで見ていただくことで、主に LINE の配信を使って一宮さんがどういう風にして売り上げ上げていったのかっていう、そのポイントとか秘訣が学べると思うので、皆さんもぜひ最後まで見ていただきたいと思うんですが、入学前の状況ってところもちょっと一宮さんに聞いていきたいと思います。売上面とか集客面ですね、どんな状況だったんですか。売上的には7桁行ったり行かなかったりとかで、行く時はあったんですけど結構ばらつきがあったんですね、うん、今回SYKさん入ってからコンテンツサイドの動画をもうめちゃくちゃ見まくって、はい、ちょうど次の日に個別相談があったんですけど、はい、個別相談の動画を見て、電話セールスのテンプレートのやつですよね。そうです、うん、電話セールスのテンプレートを見て次の日臨んだらすぐに制約が決まったっていう感じで、自分でできてると思ってたんですけど、意外と違う分かってない部分があったんだなっていうか、うん、答え合わせみたいな感じになりましたね。そこが自分意外とできていなかった、自分は完璧って結構みんな思いがちなんですけど、実はこういう落とし穴あったとか、こういう初歩的なところが全然詰めが甘かったとか、いろいろねポイントっていうのがやっぱありますからね。そこで直した結果、最初売上が全然安定しなかった時期から、入学後コンテンツサイト通りやっていたり即制約されたということで、トータルでいうといくらぐらいの単価のサービスが何件ぐらい制約された感じでしょうか。次の日に66万円が決まって、その25日くらいにセミナーやって、うん、そこで契約しますっていう方が2人出てきてくれて、翌月の頭にまた66万円が2件、全部で3件っていうところですね。30日以内に合計で198万円という売上を達成されていらっしゃるということ、すごいですね。もう200万円というね壁を受けられているということですけども、はい、まあ、そのちょっと秘訣ってところですね聞いていきたいと思います。一宮さんはうちの学科入学する前と後で何が一番課題でしたか。 LINE の配信ですね、うん、リストはちょろちょろは取れてたんですけど、 LINE の配信が本当に自己流でやっちゃってたっていうのがあって、コンテンツサイトの配信スケジュールのテンプレートを使わせてもらったことによってすぐに結果が出たというか、北野さんもいつも YouTube とかで売れない原因は教育だっていうふうに言ってると思うんですけど、さらにこれだなっていうのを本当に痛感しました。 LINE の配信でよく多いのが、リストは取れるけども全然売れてませんとか、 LINE アットに1000人読者いるけど2万円しか売り上げ上がってませんとか本当にいるんでね、まあ、一応宮さんも実際リストは取れてるけど売れなかった、そこから具体的にどういうポイントを改善して反応が取れたのかなっていう、ちょっとテクニック的なところ SYK のね24個の配信テンプレートで使っていただいてると思うんですけども、はいはい、その中でまあ言える範囲で2、3個ぐらい、今日せっかくなのでねちょっと教えていただきたいと思うんですけど、どういうのか結構聞きましたかね、はい、まずはそもそも逆算できてなかったなというか、ゴールを決めるというか、逆算式ゴール設定ですね。逆算式ゴール設定ができてなくて、いつセミナーをやってその前にコンテンツライブをやるとか募集ライブをやるとか、ライブの使い分けだったり自己投資の大切さだったり、こういったところが全然
できてなかった。ただのプレゼントしまくりのお役立ち情報しか言わない人だったので、はいはい、だからセミナーとかしてても結構来てくれるんですよ。20人とか30人とか、ね、結構来てくれるのに一件も売れないとかもあったんです。あ、そうなんですね。それってお役立ち情報しか与えてなかったから、自己投資の大切さとか入れてなかったからなんだなって、教育ってこういうことなんだなっていうのがそこで分かったっていうような感じですね、うん、逆算式ゴール設定とか非常に重要で、今度は撮ったのは4月の19日ですけど、例えば8月の中旬ぐらいまでに100万ぐらい売り上げ上げたいなってなったら、基本的にセミナー募集とか個別相談募集って大体2週間前ぐらいに余裕を持ってやらないといけない。そこから逆算した時に、いつセミナーのシーディングをしていくのか、1週間前ぐらいからこういった告知をして興味付けをしていかないといけないよねとか、何月何日からこういう風な配信をしていくって、1ヶ月間の配信って答えがあるんですよね。月間配信のテンプレートとか、それもうちの学科で詳しくやってるんですけども、そのスケジュール感をしっかりと掴んで配信を実行できたっていうことが一つと、自己投資の重要性をしっかりと伝えるっていうのもやっぱり重要で、今度見てくださっている人もダイエットの講座売りたいです、コンテンツ販売したいです、コンサル販売したいですってなった時に、高額な商品をお客様に買ってもらわないといけない。でもお客様からすると高いものを買うってローソンで L 付き買うのとわけが違いますから、ハードル高いわけなんですよね。ってなった時に、投資をしてでもこれぐらいのメリットがあるんだよ、投資をするっていうのは怖くないんだよ、むしろ投資をしないと今のままずっとこの状態が続いてしまうんだよっていうことをしっかりと多角的に教えてあげないといけない。そこでやっぱ自己投資の重要性を配信とか、これセミナーの時とかもすごいね教育されていらっしゃると思うんですけど、すごい聞いているなっていう感じですよね。1個目逆算式ゴール設定、2つ目自己投資の重要性、もう1個ぐらい何かありますか。今まで全部話しすぎちゃってたんですけど、一部だけ話すんですけどみたいなところを使うようになって、かなりセミナーから個別相談まで残ってくれるようになったんですよね、はい、一部だけ話すんですけどねっていう、これね魔法のフレーズということですね、はい、例えば私のノウハウ全体像こんだけあります、今日はこの全体像のうちの本当にここの部分だけを抽出して話しますとっていう風にやると、今日学んでる内容が全てじゃないんだ、本当はこれ全体を学ばないといけないんだ、でも全体学ぶんだったらやっぱ半年間の講座に参加しないといけないんだなとかっていうので、制約率が高まっていくし、セミナー聞いて終わりっていう人がいなくなっていくってことですよね。もっと続き学びたいっていう、セミナーの後の説明会に誰も残ってくれないところだったので、うん、一部っていうのをもうめちゃくちゃ入れまくったんですよね。そしたら説明会まで残ってくれる方がめっちゃ増えたっていう感じでした。大事ですよね、この一部と全部理論っていうね、これはセミナーのやり方があるんですけども、全体像を先に図でパッと見せて、その中でも今日話すのはこことここですよみたいなね、でも本当は結果出さすためには全部学ばないといけないんですよっていうのをちゃんと教えてあげないといけない。一生結果出ない状態独学で頑張っていたらお客様はかわいそうですから、全てを見せてあげるっていうのがすごい重要です。他にもね、動画見てくださってる方でリストがなかなか取れないんですよとか、結構悩んでる人も結構多かったりするんですけど、一ノ宮さんはリスト取るために何か意識していることだったりってありますか。根本的にコンテンツの質を上げるっていうのはもちろんなんですけど、ちょくちょくストーリーでプレゼント誘導したりだとか、月に1回ぐらいはプレゼントを作って、これ受け取ってない方はどうぞとか、魅力的なタイトルをつけてですね、今日は DM くれた方とか DM をすごく丁寧にするんですけど、本当に悩まれている方にこちらで無料のプレゼント渡してるのでとか、そんな感じで DM からの誘導だったら 100% 入ってくれるっていうところ、ここは大きいなと思います。これ新しいですよね。 DM で上半身してると質問来るじゃないですか。で、質問来た時にそこで真に答えすぎるのはあまり良くなくて、1個質問来たら1個返して、もう1個質問来たら詳しくはこちらにまとめてあるので LINE 登録していただくと、このプレゼント動画届きますね、こっち見といてくださいみたいなっていう流れで LINE に誘導するというね、結構ねこれやってる人ね意外と少ないんでね、まあ、今日動画見てくださってる方はぜひね参考にしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日一宮さんにですね LINE のノウハウをいろいろ聞いてきたんですけども、一宮さんの LINE の配信非常に勉強になりますので、概要欄に LINE のリンク貼っておきます。ぜひ一宮さんの LINE もねチェックしていただくとプレゼントももらえると思いますので、こちらもチェックしてみてください。一宮さん本日はねお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した、今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね、今だけこちらに出ている、ね、弊社出版している紙書籍もですねどれか一冊プレゼントしておりますので、ぜひね興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの7文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた短いの動画でお会いしましょう。